まあ、エアブラシ本体としてはめちゃめちゃ優秀でありがたいです。やば。めっちゃ使いやすいこれ。はい、そんな感じです。今回はこれまで視聴者の方から質問が多かったエアブラシについてやっていこうと思います。自分の使っている画材は動画でいくつも紹介してきたんですけど、これまでエアブラシだけをピックアップしたことってなかったんですよね。これなんでかっていうと、僕が使ってるエアブラシがしょぼかったからなんですよ。ですが、ようやく自信を持って紹介できると思います。今回プラモデルなどホビーツール専門の国内メーカーオーロックスさんからエアブラシをご提供していただきました。エアブラシの解説を色鉛筆画のチャンネルでやるのは国内の YouTube でおそらく初めてだと思います。概要欄に目次も記載してますので、初心者の方がわかるようしっかり説明していきますので、よろしければ参考にしてみてください。はい。で、エアブラシの紹介の前に、そもそもエアブラシとは何ぞやっていうところを初心者の方に簡単に説明していきますね。まずエアブラシとは、圧縮した空気を使って液体塗料を細かく霧状に吹き付ける塗装ツールなんですよ。で、家庭用のエアブラシで言うと、この部分がエアブラシで、ここに塗料が入ります。で、これがコンプレッサーになります。このコンプレッサーを電気の動力によって空気圧を出して塗料を噴射する仕組みですね。エアブラシの大きさはメーカーによって大差ないんですけど、コンプレッサーのサイズが大きいものもあれば極小のものもあります。大きいサイズはもう据え置きになるので、例えて言うなら掃除機とか、まあクーラーボックスぐらいの大きさのものまであります。で、小さいものは僕が使っている手に乗るサイズのものまでいろいろありますね。で、エアブラシを使うときに音が出るんですけど、この駆動音も個体差があって、大きいものは、まあ、例えるなら、ドライヤーぐらい。で、小さいものだと、まあ、電気シェーバーぐらいだと思います。で、大きいけど、ほぼ音がしない静かなものもありますし、まあ、販売してるメーカーも国内外色々あって、価格、性能もバラバラですね。ですんで、エアブラシの使いやすさっていうのは、本体のコンプレッサーの性能に左右されると言っても過言ではないですね。で、家庭用のエアブラシの用途としては、まあ、ネイルとか、まあ、大体プラモデルの塗装に使ってる方が多いと思います。で、イラストで言うと、僕みたいに背景とか一部に使うパターンですね。僕3年くらい前から取り入れてるんですけど、ここ最近ツイッターとかで色鉛筆画の上手い人がエアブラシ取り入れてる方もちらほら増えてる印象です。で、完全にエアブラシだけで写実画を描く方もいらっしゃいます。こちら紹介しますね。僕のインスタで相互さんになっていただいてる桑野さんの作品なんですけど、こんな細かく描けるんだっていう感じですよね。本当すごいと思います。桑野さんにお声をかけた時に、もう心よく、二つ返事でね、OK してくれたんで、本当ありがとうございます。YouTube でエアブラシって検索すると、今はほぼプラモデルチャンネルしか出てこないくらい、プラモデルで使うイメージがあると思うんですよ。ただ、エアブラシアートっていう絵を描く画材として昔から使われたんですよね。はい、次にエアブラシのメリット、デメリットなんですけど、まずメリットは、これ断然綺麗に塗れて早いです。うん。グラデーションやベタ塗りが綺麗で楽になるんですよね。色鉛筆がやってる人なら、まあ、背景塗りの苦労ってわかると思うんですけど、例えば5時間かかる作業が、まあ、エアブラシだと5分ぐらいで済みます。うん、めちゃめちゃ時短になるんですよね。しかも色鉛筆より綺麗です。はい、次にデメリットですね。これは一色使うごとにエアブラシを洗浄して使わないといけないんですよ。カップに塗料を入れて使うので、次の色を使うときにカップやエアブラシの中の方まで綺麗に洗浄しないと、次使う色に影響が出てくるんですよ。ですんで洗浄が必須になって、まあ手間がかかるってところですね。で、まあ洗浄自体慣れればすぐできます。あとまあエアブラシ自体が割と高価。うん。最近だと安いものもいろいろ出回ってて、まあ、5000円ぐらいで買えるものもありますけど、あんまり安すぎると使えないんで、まあ、この辺は画材と同じっていう考えでいいと思います。はい。では、ようやく開けていきたいと思います。こちら、商品名が、オーロックスさんのエアロクロスコードレス、バージョン 3.0 トリガータイプ回デラックスパックガンメタリックですね。長い。説明書が入ってる。そう。そうなんです。なんと。わかりました。トリガーなんですね。トリガー。そして、さっき説明したコンプレッサーがこれなんですよね。うん。なんとコードレスなんですよね。充電式。こんな感じですよね。
カップをつけて、いや、いいんじゃない。あ、もう動くじゃん。びっくりした。音聞こえるかな？聞こえますかね、これ。めちゃめちゃ静か。電気シェーバーより静か。電動鉛筆削りより静か。素晴らしい、これ。で、充電式で、なおかつ、もう一個ついてる。やばない。あ、立つじゃん、しかも。これがありがたいね。このコードレス、何がいいかっていうと、コードつなぐの、めんどくさいんですよね。エアブラシとコンプレッサーをつなぐところにもコードが当然ありますし、コンプレッサーと、コンセントですね、つなぐところにもコードがあって、結構ね、で、長いんですよ、無駄に。で、なんとですよ、0.3 と、0.4 と 0.2 と 0.5 か。4種類ニードル入ってますね。これ、何かっていうと、口径の交換ができるんですよね。塗装面の平均的な噴射量ですね。の、大きくしたり、細かくできるんですよね。通常のエアブラシなら交換できないパターンが多いんですけど、これ交換できるっていうのは、エアブラシ本体としてはめちゃめちゃ優秀でありがたいです。これはいいな。で、カップも、これ大容量のやつもあります。あ、で、掃除キットもついてる。ありがたいね、これ。ね、慎重に。めちゃめちゃ細いノズルがあるんですよね。これが、外した時に、なんだろう、なんかの拍子に、この先端が曲がると、ちょっとでも曲がると、もう使えなくなるんで、扱いには注意ですね。これ、先端に 0. 何ミリかぐらい、針が出てるんですね。ちょっと、わかりにくいと思います。ここも要注意ですね。曲げないように。ちなみにコードレスといっても、エア缶使う場合があるんですけど、あれはおすすめしませんね。うん。こういうエアダスター使ったことある人ね、わかると思うんですけど、ずっとやってると、冷えるんですよね。冷えると、動かなくなるんですよ。ですんで、エアブラシでエア缶つなぐタイプのやつもあるんですけど、僕はあんまりおすすめしないですね。楽しみ。ちょっと実際塗っていきますね。はい、じゃあ色塗っていくんですけど、使用するカラーですね。これはホルベインのアクリリックカラーっていうのを使ってます。もうこれで十分だと思います。で、こういう、スペアボトルっていうのを買ってきて、これで色を作るんですよね。作って置いとく。エアブラシに直接こうカラーを注いで使っても、まあ、いいっちゃいいけど、あんまりおすすめしないですね。粘土があるんですよ。カラー自体に。ですんで、ほとんどの人が薄めて使ってるんだと思います。で、この薄め液ですね。薄め液専用のやつが売ってるんですけど、先ほど作品を紹介させていただいた桑野さん曰く、クレオスの水性ホビーカラーがおすすめだそうです。僕も今度それ買ってみます。で、こういうスペアボトルにカラーを作って置いとくんですけど、原液と薄め液ですね、の割合なんですけど、これがまあ、原液が例えば1だとしたら、薄め液が2とか、原液が3だとしたら薄め液1とかね。人によったり、作品によってバラバラなんでね。これはもう実際に吹いてみて、塩梅見ていただくしかないって感じなんですよ。オレンジ塗ってみましょう。こんな感じで。立ってくれるのが嬉しいよね。行きましょう。ああ、もう全然。何これ、ちょっと薄いな。薄め液が濃いので、こんな、垂れちゃいますけど。風量的には、全然問題ない。やば。めっちゃ使いやすい、これ。本当にやばいな、これ。ここまで風量あるのに、全然うるさくないですし、あ、すごいね、これ。文句なしですね、マジで。マジで文句なし。ちなみに、フル充電で30分使えます。バッテリー1個で。で、もう1個バッテリーついてるんで、ね。はい、使ってみた感想ですね。試し拭きが、ちょっとね、カラーの方が失敗しちゃって、希釈具合が、めっちゃダサいんですけど、性能的には全く問題ない。うん、本当に。次から僕、これ、ずっと使いますね。うん。ただ、女性の方からしたらね、これ長時間作業するにはちょっとしんどくなるかもしれない。
まあ、すぐ置けるんでね、休めるんですけど、どれくらい重いかっていうと、濃いめのレモンサワーよりも、ちょっと軽いぐらい。僕的にはこれもスペック全く問題ない。もうめちゃめちゃ優秀ですね。概要欄に商品リンク貼っておきましたんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、今回はオーロックスさんの充電式コードレスエアブラシセットの紹介とイラスト制作の活用について解説しました。よろしければ参考にしてみてください。そんな感じでした。